こんにちは、日本改革徳澤です。メール党員様限定、8月15日終戦の日、靖国神社正殿参拝と懇親会は双方ともに定員数に達しましたので、ご応募を締め切らせていただきます。多数のご応募誠にありがとうございました。メール党員のご登録は動画説明欄もっと見るからよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。パリ五輪柔道男女混合団体戦銀メダル獲得頑張りました。決勝戦をフランスと戦いですね、3対4で惜しくも敗北、3対3で引き分けで代表戦にもつれ込んだそうですが、残念でした。なんで6試合って偶数にするのかな、ちょっと疑問に思ったんですけど、あ、そっか、男女混合だから男さん女さんでどうしても偶数になっちゃうのか、ということでね、疑問が解けました。パリ五輪の運営がバカすぎて偶数にしちゃったのかなって一瞬思ったんですけれども、卓球女子シングル早田ひな選手銅メダル頑張りました。1位2位ともに中国選手、さすがね、卓球が法律で義務化されてるだけありますね。4位は韓国、5位は4人いてですね、日本、台湾、北朝鮮、オーストリア、だそうであります。オーストリアだけ異色ですね。なんか、卓球って日本の近所が強いっすね。なんだか知んねえけど、設備がさほどいなくてやりやすいのかなと思ったりして、ほら、スケートリンクとかさ、何グラウンドとか整備するの金かかるじゃないですか。あと温泉に卓球台を置いてあって国民に馴染みがあるから裾野が広いでしょうかね。フェンシング女子サーブル団体銅メダル獲得、男女通じてですね、同競技でメダルは初だそうであります。頑張りました。フェンシングで日本が獲得したメダルは男子エペ個人、女子フルーレ団体、男子エペ団体、女子サーブル団体と合わせて4つになりました。フェンシング競技の人気高まって参加人数増えたそうであります。東京五輪でもメダル取ったんで、日本人フェンシング向いてるかもしんないですね。そういえばね、フェンシングが五輪競技になって剣道は五輪の競技になんねえのか、ちょっと思いましたけれども、まあそれやっちゃうと日本人ばっかりメダル取っちゃってってことになっちゃうからなのかな。だからフェンシングって言っても日本人がメダル取っちゃうんだよな。最後の晩餐を小バカにしたパリ五輪開式について、なんとバチカンが前代未聞の非難声明、しかもフランス語で。ああやっちゃったな。日本人が思うよりもバチカンの影響力って巨大ですかね。巨大、しかもですね、失うものが多いとこほど口が重くなるのが普通ですよね。失うものが少ない、無敵のやつは何やってもいいけどさ、そこが黙ってらんなくて言っちゃうってよっぽどですよ。しかもフランス語で。これ開会式やった連中に向けて喋ってんですよね。開会式のいくつかの場面に対し心を痛めるとともに、多くのキリスト教徒や他の宗教の信者に不快な思いをさせたことを悲しむ声に同調せざるを得ない。私もそう思ってると、不快だと。全世界が共通の価値観のもとに集う名誉あるイベントで、多くの人の宗教信念を嘲笑うような表現はあってはならない、あってはならないことだったって言ってますね。あって、パリ五輪運営これどうすんのって、神父アンデルスンと第13課が派遣されちゃいますねこれね。まあ分かんない人には分かんないと思いますけれども、世論です。多様性もやりすぎるとみんなの怒りを買うよね。全世界がそう思ってる。フランス以外は、フランスはポリコレに乗っ取られてる、公式に謝罪までしてるし前代未聞レベルと、まあ一般のフランス人はドン引きしてんのよ、何やれって思ってるんですけど、まあ五輪の運営はね、開会式に関わった
連中はね、擁護していた日本の左翼連中はだんまりですか、バチカンも怒るんだな。フランス国民が倫理的霊的に生まれ変わることを望むこれ韓国人が言われた言葉ですね、ダメダメの最低の開会式だったと明確に認識されたわけね。歴史に残る五輪だわ、最悪の方で、こんなに全方位に喧嘩ってどうすんだろう、ルカによる福音書6章第27節28節、何時の敵を愛し何時を憎む者のために祈りなさいと、バチカンはっはっはっは許されということで、懺悔させてよ、何時の罪を許します、アーメンって祈ってやってよ、お布施もらうのが仕事のバチカンも許してくれないみたいなんだそれって話、ドン・コルレオーネは懺悔によってですね、兄殺しすら許してもらえてたのにね、ゴッドファーザー3の話ですけれども、兄殺しでさえ許してもらえんのに、バチカンは許してくれるのに、これは許さねえって、これは開会式をよしってした全員地獄行きですね地獄行き、13億5000万人、人類の6人に1人がカトリック教徒なのに敵に回して、一体あれは何がやりたかったんだろうか、あれはプロテスタント同じぐらいの数いるんですけど、プロテスタント教徒も、怒ってますよ、多分プロテスタントは頂点の組織がないから言わないけどね、ここに存在する組織、バチカンはね、バチカンがカトリック の頂点、あとは他の教会はみんな支部だから、バチカンが口開きましたけれども、プロテスタントも怒ってると思いますよ。リベラルっていうか共産主義者は基本無神論なんですよね。神はいないって唯物論って言うんですけど、人も何もかも動物もただのものだって唯物論、共産主義者はね、自分らがカルトくせんですよ、自分らがカルトなんですよ、共産主義っていうカルト宗教なんですよ。他の宗教はライバルになるんですね、炎天下に無償で赤旗配ってる高齢者は邪教の修行僧って感じですか、連中がやってるのはですね、滝に打たれたり千日間山にこもったりするのと同様の苦行なんですね、好きでやってんで止めないですけどね、それに止めらんない、日本語通じないから。そういえば日本人がですね、世界一だったフィンランド知能テスト、フランス人は何位だったんだろうね、上と下の教育レベルと知能格差がすごいから、平均ってなると下の方かもしれないですね、真ん中より下の方かもしれないですね、アルジェリアの性別不明女子ボクシングイマネ・ヘリフについて、ハンガリーボクシング協会がパリ五輪運営に抗議したことに続いて、国際ボクシング協会が声明発表、国際ボクシング協会、つまりハンガリーボクシング協会だの、日本ボクシング協会だの、アメリカンボクシング協会だのの頂点ですかね、我々はリン・ユーティン選手台湾とイマネ・ケリフ選手アルジェリアを世界ボクシング選手権ニューデリー2023から失格とした、それは詳細は発表されていない、ある公認の検査結果から両選手が他の女性選手より競争上の優位性があると判明したからだ、その判定は国際スポーツ仲裁裁判所の判決によって法的拘束力を持つに至った。なのにパリ五輪運営は何勝手なことしてくれちゃってんの、我々は競技場の優位性を持つ選手に競技に参加することを許可している理由を直接回答するように求めると、声明発表しておりました、何してくれちゃってんの、法的拘束力を持つ決定なのに、って言ってますね。世論です。男が女を殴ったらただの DV じゃね、筋肉のつき方が全然違うからな、差別と区別は違うぞ、無区別なら男女別も階級もなくせ、本当に IOC はゴミだわ、死者が出たら会長は責任取って死ぬべき、もういっそ相手が全員棄権して金メダルという前代未聞の記録を作ってほしいと、不正差別誤信ばかりのパリ五輪と、法的拘束力を持つ判断をパリ五輪運営が無視したってことですよね。これ違法行為ってならないですかね。ハンガリーボクシング協会がですね、法廷闘争を模索中ってありましたけれども、これ完全に五輪運営負けるんじゃない、ハンガリー撃たれたら
負けるんじゃない、ハンガリー勝つんじゃない、完全に法廷闘争で負ける前に、まあ地獄行き決定なんですけどね、パリ五輪の運営はね、しゃあないね、バチカンがそう決めたんだからね。ハンガリーボクシング協会の抗議にもかかわらず、ハンガリーアルジェリア戦は行われ、やっぱりというかですね、性別不明選手が判定 5-0 で圧勝したみたいであります。これで銅メダルは確定と。金取りそうですね、こりゃ五輪の歴史に残る大事になりそうですね。法的拘束力を無視して、性別不明選手が金メダル取っちゃった。五輪っていう行事がいつまで続くか分かりませんけれども、なんかこういうのが続くとみんな五輪にの権威が落ちて、みんな幻滅して、五輪だからどうしたみたいになっちゃって、そのうちなくなっちゃうんじゃないかと、心配してますけれども、今後ね、開催国からフランスが除外されるぐらいの大事になるかもしれないですね。ダメだ、フランス人にやらすとあんななっちゃうから、ということで、除外されちゃうかもしれないですね、今後の開催地から。ハンガリー戦終了後に例の選手がですね、私は女よって絶叫したらしいけど、それはあなたの感想ですよね、スポーツ仲介裁判所にダメですって言われてんのに何言ってんだろうね。しかも科学的検査で判明して、それを裁判所も認めてんのにね。五輪議、バッハ会長、記者会見。性別不明のアルジェリアと台湾の両選手について、女性として生まれ、女性として育てられ、女性のパスポートを持ち、長年女性として競技してきた。二人への批判はヘイトスピーチ。政治的動機による文化戦争は参加しない。ちょっと何言ってるか分かんないですね。要するに俺は悪くないって言ってるみたいなんですけど、法的に問題あんのに、是正する気はなさそうですね。世論です。バッハッハじゃあお前が殴られこれも面白い。この人もあだいたら説明になってねえぞアホタレ。対戦あっては相手はたまったもんじゃない。まったくだよね。女性選手の権利と安全を脅かしてるんだが、それはパスポートで判断するなら各国がずるし放題になるやんか。史上最低の五輪になってんな。死者が出ないと分かんないのか。死者が出ても俺は正しいとか言ってそうと。パスポートが女性って各国ずるし放題やんけ。競技のさ、ずるし放題やんけ。ずるする国出るよ。例えば国民のこと人民っていう国とか。批判はヘイトスピーチ。都合悪いこと言われるとヘイトと差別だって弾圧するのは左翼の常套手段ですね。どこがどうヘイトスピーチなんだが説明してみろ。政治的動機による文化戦争に参加しない。全然わかんないですねこれね。政治的動機じゃなくてむしろ、生物学的動機によるものでしょ。科学的っていうかさ、検査やったんだからバカなんすかね、バッハッハは。文化戦争ってなんだ、こんなの科学の問題で文化一つも関係ないですよね。まあ今のうち好き放題言ってればいいよ。どうせお前も地獄行きだからね。女子バタフライ 200m で銅メダル獲得の張雨霏選手、中国語読みではまた違った読み方なんでしょうけど、チャンナンとかってね。なんで中国選手がいい成績だと疑惑の目で見られるの。アメリカ選手がいくつ金取っても疑われないのに不満を表明。これドーピングのことですかね。ドーピングが疑われるっていい成績だと世論です。東京五輪の時にドーピングで大量摘発されたんじゃん。もう忘れたの。日頃の行い。そんな国だから狼が来たぞ。分かってるくせに。そりゃ仕方ないよ。真実を言われると顔真っ赤にするタイプ。言ってて悲しくならない。本気でわからないの。冗談だよね。全部中国の優勝でいいよそろそろ倫理観無視の改造人民選手が登場。そりゃ儒教の影響でですね、可能なインチキ見逃さずにやる、実行する、できるインチキしないのはバカぐらいのメンタルのせいでしょうね。なんで疑われてるか本気でわかんないなら周囲の人民に聞いてみね。可能なインチキやったらやりますか、聞いてみなって、やるに決まってんだろうって答えが得られますよきっと。茨城県の食品加工会社今泉、不法滞在中のベトナム人とインドネシア人を働かせていたことで茨城県警が社長と従業員2名を逮捕。県警は他の不法滞在者も使ってなかったか余罪を追及中。世論です。茨城県警頑張ってるな。茨城に比べて埼玉県警ときたら
こういうのはバンバン捕まえてほしい。見ろ神奈川県警、これこそ警察だ。埼玉県警は茨城県警に九州合併されればいいのに、不法滞在者を埼玉に追いやる作戦そうかもしれない、茨城に比べて埼玉ときたら埼玉県警とんだとばっちりですね。まあ外国人捕まえても不起訴にしちゃったり、外国人うろうろしてても放置したりで、埼玉県警評判悪いですからね。人口あたり の、 警察関数で一番少ないんだって、埼玉県警が。これ人身売買の一種だよね。逃げられないのをいいことに外国人を奴隷にしてるってね。これがどのぐらいの量刑になるかは知りませんけど、逮捕拘束されただけでもまあ一般人にはきついかもね。今まで逮捕されたことがない素人だったらね。複数逮捕されてるんで、他にも仲間がいるってみなされてですね、裁判まで保釈つかない可能性高いですね、これ。そうするとですね、90日ぐらい留置所と拘置所で過ごすことになりますわ。労役しないだけで刑務所と変わらんからね。不法滞在者を見つけることも大事だが、それをかくまうような、こういう連中をどん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 摘発することも大事ですね。できたらこういうのの量刑はうーんと重くしてもらいたいもんですね。一発実刑とかさ。今日の単身です。年金機構が運用する、資金が256兆円に達し過去最高になりました。これ年金を給付されている方が過去最多なんだから、まあ当然総額も増えますわね。もっともっと増えるんだろうな、きっとな。年利 5% で運用できたら10兆円ですね。利子とかでね、配当とかで。日本政府もですね、日銀に命じてね、子会社なんだから、日本政府が親会社、日銀が子会社って関係になってんだから、日銀に命じてですね、1000兆円札すらして、50兆円ぐらいの運用益出したら、そしたらだいぶ減税できると思いますけどね。知事のパワハラで職員2人が自殺してしまった兵庫県庁。大卒程度の職員募集枠に応募した人数の4割が試験前に辞退と。自殺するぐらいきっつい職場って聞いたら、そりゃしゃあないよね、辞退するよね。俺はこんなぐらい嫌だよね。朝日新聞が有観事業を廃止した地域、採算取れねえっつって、静岡県、山口県、福岡県、北海道、愛知県、岐阜県、三重県の一道六県になりました。近いうち全国で有観事業廃業ってなりそうですね。もう長官も辞めちまえ。私が生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たいよ。もう長官も辞めちまえと。というわけで、ご応募締め切らせていただきました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。